愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。ではね、早速 Google フォームの方にいただいた、質問相談に一つ答えていきましょう。今週は秋田県にお住まいのラジオネームめめさんからいただきました。ありがとうございます。でめめさんね、中学3年生の女の子かな、なんですが、なんだその書いてくれてるやつがね、結構長文で詳しく書いてくれたので、少しだけ割愛して要約してね、言わせてもらいます。ごめんね、いっぱい書いてくれたのに。ざっくり、伝えると、めめさんは一人行動だったりとか少人数でいるのがすごく好きな方だと。ただクラスの中のクラスの女子の中には、大人数でグループでいることが正義みたいな思ってる方がいて、少人数でいることのメリット意味わかんないんだけどみたいなのを言われますと。で、中3歳だからさ、これから高校進学したりとか社会人になる上でも、その子の言うように友人は多い方がいいのでしょうか。ぜひハイチさんの意見を聞いてみたいです、ということでございます。まずね、書いてくれてありがとうございます。で、これはきっと答えはないと思うんだよね、ないと思うんだけど、俺のね意見を言わせてもらうと、俺はめめさん派というか、これね、友達論争だけじゃなくて、例えば多い方がいいのかとか少ない方がいいのかっていうこの論争だけじゃなくて、自分の価値観が正義で相手が持ってる自分と違う価値観が悪みたいな風に言う人がひとまず嫌いです。言い切ったよ、これは。これ言い切るよ、好きじゃない俺は。で、俺も基本的に一人行動だったりとか、少人数がすごく好きなので、別に大人数が嫌いってわけではないけれども、あんまり極力いかないかな、参加しないね。で、それはなんでかっていうと、居心地が悪いんです、単純に。自分は一人でいる方が楽だし、あとは、少人数行っても3人までかな、できれば2人とかがいいんだけど、仲いいやつと2人でご飯行ったりとかってする方が一番好き。そうだね、1人よりも2人が好きかもしれないけど、かな。で、社会人になるとかさ、その高校に進学した上でっていうように、友人が多い方がいいかどうかっていうと、別に友人が多いことのメリットは特にないかなと思います。そもそも友人ってなんだっていうところが大事じゃない。友人、親友、いろんな言い方があると思うんですけど、これはね、自分の中で定義がはっきりしてるといいよ、みんな。これは答えないからさね、友人とか親友の定義はこうだぞとかね、だからそれをまた相手に押し付けるとさ、そんなに親友じゃないからみたいなマウントを取ってくる人も出てくるわけなんだけれども、自分がその自分の周りにいるね、自分が親友だと思っている人、この人は親友だって思う人がいるんだったら、それは親友なんだよ、周りがああだこうだ言おうと思う。そう、別にそれがなんかネット上のさ、ネット彼氏、ネット彼女とか、ネットの上の友達とか親友とかっていうのがさ、なかなか理解されないこともあると思うんだけど、別に俺はいいと思っていて、そう、ちょっと話それちゃうからあれだけど、ネット恋愛に関してはちょっと気をつけなきゃいけないよ、もちろんね。特に女の子はね、相手の男の人から付き合ってると思ったらいきなり下着の写真を送ってくれみたいな、そんなことが言われ始めたら完全にうまく使われてるから、それは絶対ちげえぞって思うけど、でも別に親友関係は成り立つと思うから、同じ共通の趣味だったりしたらね。だから別にそれはちょっと話しとれちゃったけどさ、だからあとめめさん気にすんなっつうこと。めめさんがめめさんのなんだ大事にしたい生き方を大事にして生きてってください。はい、と思います。黙っとけっつってね、周りに。そんな風に思ってる人もいるからね、参考にしてもらえたらと思います。はい、ということで、じゃあ本編に参りましょう。で、今週のテーマはですね、これがハイチですというテーマです。めっちゃ意味わかんないよね。意味わかんないと思うんですけど、もしかしたらね、見ていただいた方もいるかもしれないんですが、おとといの金曜日にですね、YouTube オリジナルズっていうのが、YouTube にありまして、そこのクリエイタースポットライトっていう、これ多分表現すると良くないと思うんだけど、YouTube 版の情熱大陸みたいな感じだと思うんだよね。ある一人のクリエイター、今回やったら俺みたいなハイチみたいなクリエイターにこう特集してくれる、その人の生きてきた過程とかをもうずっと密着取材してくれて動画を作っていただけるっていうシリーズがあるんですよ。確かスタートがね、マータソさんだったかな。で、あとバンユンさんとか、あと誰だっけな。で、今回3人が、今回俺と、あと、ジャルジャルさんとエミリンさんが同時公開になるんですけど、別の動画でね、公開になるんですけど、
それが、おとといね予告編が投稿したんですよ。で、次の6月18日の、金曜日の夜7時からですね、本編の方がプレミア公開になるんですが、まあ、せっかくね今回これが、オープンになったので、ちょっとここの話をしていきたいなと思ってます。あの動画話をがいただいたのはもうかなり前、撮影したのも結構前だからね。だから長袖着てるんですよ、あれ。あの土手のシーンとかちょっと映ってると思うんですけど、あれめちゃめちゃ寒かったんよね。あの俺だけじゃなくてみんな、スタッフもみんな寒い寒いって、風強かったんで当日、そう寒いっすねーつって走りますかみんなでとか言いながらね撮影してたんですけど、それぐらい前に撮ってたもので、まあ、それがねついにオープンになるっていうことなんですが、まあ情熱大陸にしてもそうだったんだけど、あとちょいちょい言ってるかな、俺新聞とかね雑誌に取材してもらうのがすごく好きなんです。ただ基本的にあんまりお断りしないんですけど、取材に関しては。でなんでかっていうと、俺自分に自信がないんですよ今でも。あんまり、まあ、良くないかもしれんけど、ちょっとこれはちょっと本心で言わせて、ダラダラジオだし自信がないんですよ。で、自分が生きてきた、まあ、36年生きてきたんだけど、この例えばさ、自分自身で自分自身の36年間を例えば動画を撮るとするじゃん、まあ、撮らないけどね、まあ、自叙伝みたいな感じで撮ったとした時に、多分うまく表現ができないんですよ。自信がないからネガティブに切り取ってしまう気もしていて、うまくいかないとね、メンタルが落ちてたりすると。だけども、他の人が、まあ、プロの方がね、自分の考え方とか、まあ、36年間フルではないけれども、例えば取材だとさ、このとある男が授業してみたの活動をなんでやってるのかとか、その中で感じたこととか、いろんな話をしてって、それを文章とかに記事にしてくれるじゃんか。だから自分が思ってきたこと、経験してきたことっていうのを、まあ、口頭でお伝えさせてもらって、それをその記者の方っていう記者の方のフィルターを通して、どういった風に配置っていうのが、まあ、配置というか、まあ、俺がねを表現してくれるのかなっていうことにすごい興味があるというか、うん、喜びを感じるんですよ。だから記事って別に貶めようとする記事じゃないから、あ、こういうふうに表現してくれるんだとか、こういうふうに感じてくださるんだみたいな。で、だから情熱大陸にすごく出たかったの。大好きだった番組だったし、俺10年以上10講師の時から情熱大陸出るって、出たいって言い続けてるんだけど、自分がいじめを受けたこともそうだし、まあ、悩んだりとかうまくいかなかったりとかしてきたことも、それも含めてどういうふうにこうプロの、ね、方たちが映像で30分って、まあ、あと情熱大陸30分だったからっていう風にしてくれるのかなっていうのは興味がすごくあってね。だからそういうのが好きなんだけど、で今回だからこの YouTube オリジナルズね、クリエイタースポットライトに関しても、動画に自体はまあ30分もそんなにいかないんだけどさ、まあこうすごくいい風に、俺はもう本編見てるので切り取ってくれたんですよ。そうだから、あの、まあ今回ここで先に言っちゃうんだけど、あの本編が投稿されたら、みんなにね、特にこうダラダラジオを聞いてくれたりとか、普段ツイッターとかでも絡んでくれてるみんなにお願いしたいことがあって、まあ俺ハイチっていう人間がみんな周りね、世間的に興味は持ってないと思うんだよ。どっちかというと、とある男が授業をしてみた、 YouTube で勉強ができるらしいよっていうところには興味を持っていただけると思うんだけど、もしみんなの周りの人がね、そのとある男って知ってるつって、あれどういう人なんだろうねみたいな言ってたら、そのスポットライトの動画を見てもらえたら、多分ハイチっていう人間がすごく分かってもらえると思うんだよね。だからこれがハイチですっていう名刺代わりの動画を作っていただいたなってすごく思ったので、その動画の中では過去の話もそうだし、まあ、今の話もそうだし、そして未来の話もすごくしていて、そうかっこいいよ自分で言っちゃった。でもね、格好よく映ってると思う。きっとみんなにとっては知ってる話もたくさんあるし、知ってる姿っていうのもいっぱいあると思うんだけれども、改めてプロの方がこう切り取って編集して作り上げてくださった映像っていうのを見ていただけると、なんかまた違う風に配置っていうのを見てもらえるんじゃないかなって思ったの。そうだから、まあ、当日ねプレミア公開なんですよ。プレミア公開ってあんま親しみないかもしれないんですけど、なんだろうな、動画投稿をみんなとこう一緒に見る感じ、
チャット欄があるんだよ。普段の動画ってないんだけど、チャット欄でみんながこう感想を書きながら、チャットを書きながらこう映像を見てくれて、で俺もそこで待機してるから、みんなのチャットを見ながらね、まあ、たまにチャット書いたりすると思うんだけど、ワイワイしながら一緒にその公開見ようぜっていう感じのがプレミア公開。あ、そうでね、なんだっけ、 YouTube プレミアムの一環なんで、ちょっと勘違いされるんだけど、あれオリジナルズって今あれだからね、 YouTube プレミアム入ってない方も見れるからね。そう、あの皆さん全員が見れますんで、そうそう、たまに勘違いされるんですけど、だからあのプレミアムに入ってない方も普通に見れますので、ぜひぜひ。で当日は、7時から公開なんですよ、本編が。でその前の30分の6時半から7時までちょっと生放送やるから、みんな集合っつって、みんな見ようぜ見ようぜっつって、あれよ、だから映画がさ始まる前にさ予告編みたいないっぱい流れるじゃん、いろんな映画の、まあ、あんな感じでちょっと集まってみんなでワイワイしようっつって生放送して、で、そのプレミア公開をみんなで見れたらなと思ってます。まあかっこいいとか自分で言っちゃったけど、でもやっぱり不安はある。情熱大陸が公開される時もそうだったけど、もう素の自分なの。そう、いろんな話したし、いじめの時の話もしたし、そうだからどういう風に見られるのかなっていう不安と、あと楽しみというか、なんかいろいろ混在してるんだけど、感情としては。でもネットだからさ、例えば何人だろう、まあ今ちょうどなんだっけ、予告編のが今4.5万再生ぐらいされてるのかな。まあもし1人1回見てるとしたら、もう4万人以上の方が見てくれてて、4万人の方が全員が全員さ好意的に受け取るなんて、そんな方は無理じゃんか。そう、全員に好かれるなんて無理だから、世の中で、だからもちろんそれは全然、もう YouTube の活動も10年やってるしね、覚悟はしてるんだけれど、でもどうなんだろうね、みんながどう受け取るんだろうな、あの動画を見て何を感じるんだろうな。願わくばなんかハイチへの見方が変わるというか、好感を持ってもらえるっていうところよりも、あの動画を見て私ももうちょっと頑張ろうかなって、俺ももっとちょっと頑張ってみようかなって、そういうふうにみんなが思ってくれたらいいなってすごく思ってる個人的な願いとしてはね。そう、まあそんなとこですなのでこれがハイチですっていう名刺代わりの動画が18日に公開されますので、ぜひ楽しみにしていてくださいっていうのがね、6月の大きな発表の1個でした。まあ、前からね6月は大きな発表があるっていう話をしてたんですけど、まあ、それが1個で、それが終わったら来週のダラダラジオの時はまだオープンになってないのかな、ちょっと微妙かもしれんけど、あのテレビのね、この前仕事をしてきましたが、それの情報もそろそろオープンになったりしますので、あ、そう、あとちょっとまだ決まってないんだけど、この前ツイッターでね、あのヨカローモンさんってわかるかな、あの俺が大好きなあの歌を歌う皆さんで、そうなんですよ、もう見てください、知らない方は。多分ね、聞いたら見たことあるっていう方もいると思うんですよ。ヨカローモンさんねとコラボさせてもらったんです。歌歌ってきました、ヨカローモンさんのチャンネル でそれがもしかしたら次のダラダラジオが公開された時までには公開してるかもしれないです。で夏メロ、懐かしい歌です。多分今の若いみんなは知らん知らないんだけど、すごくいい歌なんです。ちょっと歌声に関しては保証しないんですが、すごくいい歌をヨカローモンさんと一緒に歌わせてもらいましたので、あれはぜひ見てほしいそしてもしよかったら、きっとみんなのお父さんお母さん世代で好きだった方はいるはず。だって俺と年近いから、みんなお父さんお母さんとかね。なんでもしよかったらお父さんお母さんに勧めてみて、いつも見てるさ、あの授業やってる人がさ、ちょっと歌歌ってるから聞いてみてよ、この歌知ってるみたいな感じで振ってくれて、会話になったら嬉しいななんつってね思っておりますので、よかったらねそちらの方もぜひ聞いてみてください。それではまあその前にもね、普通にあの動画月曜とか普通に投稿していくんですが、まず金曜日の生放送と、プレミア公開で皆さんとお会いできたらというか、みんなのねこう感想とかを見れるのを心から楽しみに、不安もあるけど楽しみにしてますんでね、ぜひぜひあの金曜日予定の合う方は7時半からかにお集まりいただけたら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。ということで今週のダラダラジオは以上でございます。ちょっと梅雨っぽくなってきてね、なんかこの前まで30度超えてるとかさ、あっちーってなってたんですけど、ちょっとこうジメジメする期間がね続きそうなので、あの寒暖差じゃないですけど体調ね崩しやすくなるから、
あの体ね大事なんでね、体調に気をつけて今週も頑張っていきましょう。ということで、ではまた来週のダラダラジオでお会いできたらと思います。今週のダラダラジオは以上です。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。